佐々木四郎が暴露、裏金議員非公認の真相と石破茂首相の関与。佐々木四郎氏は昼帯で自民党総選挙における裏金議員の公認問題について、石破茂首相が森山幹事長と小泉進次郎選対委員長に検討を依頼し、最終的に彼らの提案を受け入れて決断した内幕を語りました。石破氏の揺れる姿勢が話題になっています。みんなの反応。田崎さん、はい、石破さんが嫌いみたいで麻生さんが好きなんだろうね。内幕を暴露してるけど、石破、森山、小泉の3人に聞かないと本当かどうかわからないよね。もし内情を正確に知ってるなら、萩生田とか旧統一教会との関係もわかるはず。裏金の話も政権与党寄りの発言が多いけど、票に出さないならテレビに出るコメンテーターとしての責任は重いと思う。この人の話は予測というより願望に近いんじゃないかな。肩入れがひどいよね。報道機関は与党の公約達成度を検証し、政権の妥当性判断材料を提供して有権者に公約の妥当性を示してほしい。石破さんが厳しい対応を決めて、小泉さんと森山さんと会ったら、森山さんは否定したけど小泉さんの援護で確定。でも田崎さんが石破さんの悪口ばかりで陰気すぎるし、テレビの影響力考えたらもっとバランス良い人使うべきじゃないって話。田崎スシローさん、安倍政権時代の問題も岸田政権や石破政権と同様に批判してほしかったです。森山氏は岸田政権では甘い処罰を決め、石破政権では小泉進む次明氏と安倍派を壊滅させるなど、ボスの意向に従って動く人です。政治理念はなく、ただ権力にしがみついているだけで、岸田前首相と似た性格です。鹿児島の有権者はそんなカメレオンのような議員をまた当選させるのでしょうか。石破さんは普段は強気だけど決断力がなくて、台湾や尖閣での有事に対応が遅れるかもって心配。田崎さんがフジテレビから支持されているのか、自分の意思で動いているのかは不明だけど、過去に安倍総理をあまり批判しなかったからちょっと警戒しちゃうよね。石破総理も言動が変わりやすくて信用できるか微妙だし、田崎さんも同じ。記事の内容もどこから来たのかわからないし、全部田崎さんの想像かも。旧安倍派が力を持った時に批判するようになっても癒着がなくなったのかなくらいにしか思えないよね。スシローの情報は不確定でどうでもいい話が多い。賞味期限切れなので他のジャーナリストを使ってほしい。田崎さんは安倍さんと仲良く、旧安倍派議員とも交流があったけど、岸田さんや石破総理とは距離があったから自民党幹部への取材がうまくいくか疑問。小泉選対本部長が推したとも。3人だけの会議の内容が田崎氏にどうして伝わるのか不思議だよね。記事をそのまま信じていいのか、どこから情報が漏れたのかも謎。3人は漏れるのを承知で話してたのかも。石破さんの発言も状況次第で意味が変わるし、小泉氏が厳しい提案をした後の反応かもしれない。田崎氏がその場にいたような書き方だけど、真相はわからないし、想像が多い気がする。記事を書く側の意図も気になるし、田崎氏の石破嫌いが露骨なのかも。議員でもない田崎氏の話は面白おかしく聞いてればいいんじゃないかな。石破さんは党内基盤が弱いので、岸田前総裁の決定に従って議員の処分を行い、党内融和を考えていたようです。自民党で安定した過半数を取り、自分の立ち位置を強固にしたかったのでしょう。田崎さんによると、小泉進次郎さんが総理総裁になる前提で選挙日程が決まっていたが、石破さんが総裁になったことで予定が狂ったようです。党内野党だから厳しい処分ができるって期待があったけど、それは半分正解で半分間違い。自分を支持してくれる派閥がないと厳しい処分は難しいんだよね。小泉さんが優勢選挙で勝負できたのは森派があったから。他派閥を攻撃できたのもそのおかげ。岸田さんの処分も岸田派があったからできたことだから、石破さんが最初に厳しい処分をためらったのは自然なこと。でも最終的には小泉さんの意見を受け入れて森山さんを説得して処分にこぎつけたから、結果オーライかな。田崎氏は自民党のスポークスマンで、メディアも反石破、みんなで選んだんだから応援しようって意見に賛成。石破さん頑張れ。評論家の意見はフィルターがかかっていて、実際にその場にいたわけではない。彼らは世論を特定の方向に誘導しようとしている。石破氏が衆院選後に批判を和らげるためか、自民党が惨敗した場合に小泉氏に責任を押し付けたいのかもしれない。しかし最終的な決断は石破氏にあるため、あまり意味がない発言に思える。幹事長と選対本部長を変えて石破政権を延命させる意図かもしれないが、嘘が下手だと感じる。
田崎氏の情報収集力はすごいね。自民党の中枢まで情報網があるみたい。政治家だけじゃなくて秘書や裏方とも仲良くできるからだろうね。自民党の取材力では彼以上のジャーナリストはいないと思うよ。田崎さん、はい、石破さんが嫌いで、石破さんは赤澤さんと会議に臨み、森山さんの意見を変えさせたらしい。小泉さんも賛同したから森山さんが折れたんだって。小泉氏が裏金問題に取り組んでるってマスコミが言ってるけど、本当かな？本人の気迫も感じないし、直接見た人もいないんだよね。親父の武勇伝みたいな話を作るために頼まれてるだけじゃないかって疑ってるんだよね。スシローが石破茂に厳しい意見を言ってるのは、単に嫌ってるからじゃなくて、自民党を長年見てきたからこその危機感があるんじゃないかな。今までは自民党が勝つって予測してたけど、最近はわからないって言ってるしね。でも野党がまとまらないって言ってるけど、維新と国民民主を野党と考えずに投票すれば自然と投票先は決まるってこと。要は自公維新国民民主以外で考えればいいってことだよ。田崎さんが石破氏を叩いているように見えるので、朝の番組を見るのが嫌になってきたんだよね。総裁選以降個人攻撃が多くて気分が悪くなるから最近は見てないんだ。もっと中立で客観的な解説をしてくれる人がいいなと思ってる。石破さんが森山幹事長と小泉進次郎選対委員長に後任の検討を頼んだって話をしたんだよね。それで森山さんと小泉さんが案を持っていくと、そこまでやっていいの？って話になるらしい。小泉さんたちは国民の方を向いてくださいって言って決断してるんだって。でもスシローさんがその場にいたかのように詳しく話してて、公共の電波で個人の妄想を流すならこれは私の妄想ですって前もって言うべきだよね。小泉進次郎さんや森山さんが石破首相に非公認を決断させたのは良かったけど、裏金議員の82名だけって甘すぎるよね。小泉さんは神奈川県連会長として、山際大志郎さんの秘書が統一教会信者だって告発した県議を処分したけど、山際さんには何もせずに隠してたんだよね。自民党には自浄作用がないってことがわかるよね。当選したらまた同じことをするのは確実だし、公明党が非公認の裏金議員を組織票で捨てようとしてる動きもあるから、有権者は投票に行って組織票の影響を減らして裏金議員に鉄槌を下すべきだよ。田崎志郎は最初進む次郎が総裁選で有力だと言ってたけど、中旬には最後は不透明と予想を変えた。結果的に旧安倍派の情報しか持ってない彼や岩田明子が使われてる番組はもっと真面目にやるべきだって話。石破総裁はリーダーとして裏金議員への基本方針を示すべきだったんだよね。党内融和を優先するか、国民目線で厳しく対応するかを決めて、幹事長たちに細かいことを任せるべきだったのに、それをしないで結果に驚いてブレちゃうのはリーダーとしてどうなのって話。議論好きな学者タイプで、こんな人がリーダーだと日本が漂流して他国に利用されちゃうし、同盟国も不安になるよね。結局国民が不幸になって政治不信が増えるんじゃないかって心配だよ。石破さんの人柄がわかるけど、総理が一人で決めるより優秀な側近と協力した方が良い政治ができると思う。少なくとも独裁は避けられる。でも政治の内情を公にするのはスクープなのか、何か納得いかないな。誘われない人は悪口言うと次回から誘われず、情報ももらえないから厳しいんじゃない？小泉と森山が非公認を決めたとは思えないし、小泉は親の七光議員だから旧安倍派を一掃する判断は無理。保守派の不満が増し、自公連立崩壊の可能性も、高市早苗議員の動きが鍵。田崎さんも分かってると思うけど、提案と決定は違う。首相の重さを石破さんも感じてるはず。みんなの反応としては田崎氏の発言に対する不信感が強く、石破氏への批判が多いです。少数意見としては田崎氏の情報収集力を評価する声もあります。当チャンネルの意見としては田崎志郎氏のコメントは石破茂首相に対する個人的な偏見が強く感じられ、報道の中立性に欠ける印象を受けます。報道機関は与党の公約達成度を客観的に検証し、有権者に対して公正な情報を提供する責任があります。田崎氏の発言は予測というよりも願望に近いと感じる視聴者も多く、テレビの影響力を考慮するとよりバランスの取れたコメンテーターの起用が求められるのではないでしょうか。